こんにちは、明治の猪俣です。今日は掲載紙の紹介と一緒に畳へりで作るトートバッグの紹介をしたいと思います。今回作り方の方はこちらのコットンフレンド夏号の方に掲載がございます。それからですね、キットの方も販売されていますので、今回の作り方を参考によかったらキットの方もお求めいただいて、これからお祭りのシーズンにもなってきますので、浴衣に合うバッグになるんじゃないかなと思いますので、よかったら一緒に作ってみてください。今回紹介する畳へりは、実際に畳の縁取りとしてこのように使用するアイテムとなります。今回はその畳へりを使ったトートバッグを紹介していきます。こちらの4種類の畳へりは私の方でデザインさせていただきました明治オリジナルのデザインになります。こちらがヘリンボーンで、こちらがフレンチとなります。オンラインショップでも販売していますので、よかったら概要欄の方からチェックしてみてください。今回紹介するトートバッグはこちらのバッグになります。畳へりで全部作っていくんですけれども、内布だけこんな感じでストライプの生地を紹介させていただきました。あと大きなボタンをつけていますけれども、こちらもお好みでタグなどに変えてみてください。で、マッチのところにちょっとカラーの畳へりの方を使用しています。持ち手の方はこちらはですね、私の方では100円ショップで見つけたダイソーで売ってるこのリングですね。この持ち手を今回は使わせていただきました。こちらもね、すごくあの透明だったりブラウンだったりいろんな種類があったんですけれど、今回はブラウンの方を合わせてみました。で、今回まるっきり同じものをですね作っていきますので、一緒に作っていきましょう。今回は家庭用ミシンの方で紹介していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。まずは畳へりの方から紹介していきます。持ち手に使用するパーツは長さが12センチ、側面に使用するパーツは26センチになります。本体は52センチのものを3本準備します。こちらは内布になります。内布の本体の長さは縦の長さが48センチ、幅は21センチになります。そこに重ねて使うポケットの方は輪にして使います。ポケットは30センチ、幅21センチになります。そして今回使用するのはダイソーで売ってるバッグ用の持ち手になります。100円ショップでも手に入りやすいと思いますので、よかったら見つけてみてください。そしたらまず最初に内ポケットの方を作っていきます。内ポケットは2つ折りにして待ち針で留めます。そうしたらここの部分を1センチで縫います。今回使用するミシンは家庭用ミシンの重機 EX7 になります。はい、それでは縫い終えたところです。今度は表にしていきます。表にしたら縫い代を肩倒しにするようにして、コロコロオープナーで折り目をつけます。で、この倒した方がポケット口になるというふうに覚えておいてください。この面が
ペット口になります、そうしたら、待ち針で軽く押さえてここの際のところを縫います。もし立ち目かがり押さえがあるようでしたら、ダウンサイ、ね、職業用でいうとダウンサイみたいに使いますので、際のステッチの時に役立ててみてください。このヘリのところをここの段のところに合わせていきます。今出来上がったポケットを本体の方に縫い付けていきます。でまずここの縫い付ける印をつけていきますね。ここは7センチ印をつけましょう。2つ折りにして、ここで合印を深さ5ミリぐらいで切り込みを入れておきます。そしたらその合印に合わせてポケット口のところを重ねます。ここのところ周囲を縫います。両脇は端から5ミリのところを縫って、この下の部分は際のところ2ミリぐらいのところを目指して縫っていきます。両端を先に縫いましょう。押さえを変えたらポケットの下のところですね、ここのところを縫っていきましょう。はい、これで内布の方が仕上がったところになります。続いて本体を縫います。本体は、このヘリンボーンの向きがありますので、この向きに気をつけていただいて、同じ方向になるように気をつけていただいて、こちらを重ねます。これは特に定規はないです。でこのように2枚、こう中表に重ねた状態で7ミリで縫います。でもう1枚はヘリンボーンのこの向きに気をつけて、もう一度こう重ねます。このような感じで真ん中が柄で両サイドがヘリンボーンになっています。で両方を7ミリで縫います。で続いてですね、持ち手にする部分も一緒に縫っていきます。こちらの持ち手のリングをまず通していただいて2つ折りにします。ここで端から5ミリのところを仮止めします。こちらとこちらを同時にミシンで進めていきます。こちらは端から5ミリのところを縫います。こちらは端から7ミリのところを縫います。持ち手が縫い終えたところと本体が縫い終えたところになります。本体は今こんな感じになってますけれども、縫い代を開いていきます。こちら指の腹を使ってもいいですけれども、コロコロオープナーがあると非常にやりやすいので、ぜひこちら活用してみてください。アイロンをかけてしまうと、こちら溶けてしまいますので、アイロンは使うことができません。気をつけてください。では表にするとこのぐらいフラットになっていきますので、表からもしっかりと平らにしていきます。はい、そうしたら先ほど縫ったこの持ち手の方をこのような感じで仮止めしていきます。この中央のところは柄に合わせてようにしてください。特に合印などは入れないので、柄を揃えることを意識してください。
ください。そしたら同じ縫い目のところでもう一度仮止めをしておきます。仮止めなんですけれども返し縫い必ず入れておきます。では縫い終えた仮止めで縫い終えたところでこの柄が揃ってるかどうかももう一度確認しておいてください。そうしたら先ほど作った内袋を重ねます。でこう若干ですね 内側の方が小さくなってます。このまま進めていってください。そしたらここで合わせていきます。でこの合わせるときに少し内袋の方が大きい感じになってるかなと思います。こちらは後で微調整してみてください。若干縫い方によってズレがあるかと思うんですけれども、その場合はちょっと畳へり少し引っ張るなどして調整してみてください。はい、そうしましたらこちら両サイドを1センチで縫います。1センチが分かりにくいときはマスキングテープを使用して中のところに貼って合わせておきましょう。でこの布端がこうマスキングテープの端になるようにして縫っていくとガイドになってまっすぐ縫うことができます。はい、では縫い終えたところです。で縫っていくと若干ですねこの縫い合わせによってズレがあったりするので、ここの部分はハサミで切り落として少し揃えておいてください。そうしたら表にしていきます。表にするとこんな感じでちょっと内側に畳へりが見えるような感じになっていきます。で縫い代はこの持ち手がこう上に上がるように縫い代は下に下げておきます。そしたら待ち針で留めていきます。こんな感じになります。こうやって合わせた時にこうたるみがないようにちょっとね気をつけてみてください。あとここの幅がこの部分は脇とも揃ってくるのでぴったり1センチ意識するといいと思います。こんな感じですね、1センチになってます。そしたらここの際の部分を縫います。それではもう一度立ち目かがり押さえに変えます。じゃあ返し縫いからスタートします。縫い終わりも返し縫いをします。それでは縫い終えたところです。この両サイドのところ、このひらひらしているところも一体化させるために表の方からこの際の部分で仮止めをしておきます。だいたい端から5ミリぐらいのところで仮止めをします。これで本体の方が縫い終えたところになります。そうしたら続いて側面の方を縫っていきます。はい、側面は1センチの2つ折りを上下につけます。切るとかそういう合印ができないのでこちらは印をつけていきます。でまず2つ折りにして開いたらその折り目に合わせてもう一度折ります。これで1センチの三つ折りになります。こちらを同じようにして上下に作っていきます。1センチの三つ折りができたところです。そしたらここの際の部分をそれぞれ縫います。
それでは同じように立ち目かがりの押さえも使っていきます。それでは側面をつけていきます。まずここの段のところですね、ここのところぴったりはまっていきます。で止めていくと、ちょうどここはポケットの終わりのところに来ますので、まあ、多少ずれても大丈夫です。でここでピタッと止めます。で反対も同じようにしてこんな感じで止めていってください。そうしたら一回ちょっと半分にして、中央ですね、この底中央のところに待ち針で印をつけておきましょう。ここが底の中央ですという印をつけます。これは待ち針で大丈夫です。そうしたら両端ここの部分ですね、2本ずつ縫っていきます。待ちなので1本だとちょっと心もとないので、まず端から5ミリのところを1本縫います。そしたら端から7ミリのところをもう1回縫います。ところちょうど側面が終わるところで返し縫い1回しておきます。芯の押さえの端を使ってもいいです。もしかしたらその方がやりやすいかもしれないですね。はい、ではこんな感じで縫い終えたところです。そうしたら反対側を同じようにして止めて縫っていきます。はい、じゃあ止まったところで同じようにして縫います。少しこの部分縫いにくくなってくると思いますが、ちょっと倒しながらゆっくり縫っていきます。ちょっと持ち上げて底の部分できるだけ平らにしながら縫います。いかがだったでしょうか。これで完成になります。ここのまちだけは畳へり1枚になっています。で内側にポケットをつけたので、ちょっとしたものを仕分けするのにも便利かなと思います。底の部分は少し隙間が空いているような状態にはなりますけれども、最小限になるように工夫はしてみました。はい、それで本の方ではこんな感じでちょっと大きめのボタンをつけてみました。あと脇にもですね、革を挟んでみましたが、今回は一番シンプルに作れる方法ということで何もまだつけずにいます。で、仕上げにこういう革タブなど素材の違うものを合わせてあげるとまた雰囲気の違うものに仕上がってきますので、よかったらお好みで仕上げてみてください。畳へりは表に返したり裏に返したりするとどうしてもこうシワが寄ってしまうんですけれども、このシワをアイロンで整えることができないので、できるだけ表にひっくり返したりしない方法でできるバッグということで今回紹介させていただいています。なのでよかったら皆様も別の畳へりで作る機会がありましたら、こういう作り方を参考にですね、バッグ作り楽しんでいただけたら嬉しいです。サイズ的には長財布が縦に入ったりとか、あとはもう本当に携帯とハンカチとかティッシュとか本当に必要最低限のものが入る程度のサイズ感になっています。よかったらコットンフレンド夏号も本屋さんで見つけてみてください。持ち手のリングの代わりに革持ち手でも作ることができるので試してみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。